伊藤純也が DOTW 来たよということで、ま、伊藤の純也ちゃんは、ジャパニーズとして、引いていかなあかんなってことで、ルーザーズランだよ、ウィニングランだな。来た来た、パー、ジャマでございます。伊藤純也が DOTW 来たよということで、今日は課金をしたいと思います。こんにちは、久しぶりの課金です。まあね、課金は良くないよって僕ずっと言ってるんですよ、 FIFA に関しては。 FIFA 課金しすぎると選手が簡単に揃うから面白くなくなるよと言ってますけども、ま、伊藤の純也ちゃんはジャパニーズとして引いていかなあかんなってことで、まあ、TOTW いろいろ来てるんですよ。ケインとかね、まあ、いろいろ来てるんですけど、ちょっとねレベルが桁違い。これね、能力の上がり方なんだっけ、ウルトラジュニアだっけ、ミラクルジュニアだっけ、あの松木さんが言ってたやつ、あの印象もあるし、なんかそれのやつが来たのよ。ウルトラジュ、これ本当にミラクルジュニアじゃんみたいな。マジカルジュニアだっけ、86だよ、見て。今までね、まあ、伊藤は3回来てて、三笘、旗手、瀬古、小池、国本と来てて、伊藤、まあ、TOTW っていうのは、来れば来るほどオーバー上がるんで、まあ、3回目と。最初は81。まあ、でも、三笘とかが79なのに対して、一発目からの伊藤81は結構やってるね。86は強いでしょ、と。176cm、役割意識高い普通、スキルムーブ4、逆足4、加速98、ダッシュ速度95、もう99で、攻撃ポジションも89、決定力85で、シュート力は79で、パスは視野91、ショートパス85、ロングパス77、ドリブル敏捷性93、バランス87、リアクション82、冷静さ87で、フィジカルは、ジャンプ99、スタミナ99。なんでジャンプ99なんだろう。ヘディング精度は50だけどね、フィジカル73、積極性73ということで、もうミラクルジュンヤ、もうちょっと分かんないけど、もうミラクルで押すわ。来てます。これはもう歴代最強、ヒデ、俊介超えましたねと。香川超えたんじゃないのと。香川の全盛期オーバーいくつだったの分かんないけど、これは引くしかないということで、今ねジャンボレア選手パック来てます。ジャンボレア選手パックは確か 20% ぐらい、あ、ほら TOTW 34% の確率で TOTW 来るから、これは引くしかないということで課金をしていきたいと思います。久しぶりに。確かね、なんかね、俺 PayPal を経由してるんだけど、なんか途中から課金ができなくなっちゃったんだよね。 PayPal 経由の LINEPay みたいな感じで行ってたんですけど、いけ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 、きた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 、行けました行きました行きました、課金ですよ課金ですよ、もう久しぶりの課金に心がバクバク来てるよ。行きますよ、5回まで引きますから、まあ、5回引いて5に10で1万円で残り2000円ありますで引きます。うん、で俺も勝負かけてっから、今週1週間で絶対に俺は伊藤取る、それをテーマに掲げて生きていく。なんで、もしこの1万円で引けなかった場合は、何かやっぱね、金をかけるだけじゃダメなんだっていうことです。何かを得ようと思ったら何かをかけなきゃいけない。金をかけるだけじゃダメだ、わかりましたと。 FIFA の神さん、わかりましたと。私は、愛しの、これもう驚かないでください、みんなに頭おかしくなったんちゃうかって思わないでください。愛しのブテラゲノかけます。ブテラゲノ売って100万作って、これ10回引きますよ、ジャンボレア選手パック系のやつを。いきます、止めないでください。まず一発で当てたい、俺は一発で当てれたらね、もうあと8000円でね、なんかもっと余った8000円で焼肉でも食いに行こうかなって感じですね。おっと、86、え、裏に、いや違うよ、TOTW 一発目来るはずだから、裏にとかないよ。あー、ジョルディアルバ、リカルド、リカルド、ペレイラ、ティーレマンス、あーそうですかと、あーそうですかと、本当にそうですかの嵐。
こんな一発目見たことないね。うん。でもまあ助長には過ぎませんから。ちょっと俺は、うん、ちょっと虫が良すぎた。ミラクルジュニアちゃんを取ろうと思ったら2000円じゃ無理よ。4000円だ。ミラクルジュニアちゃんは4000円。頼む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 。ミラクルジュニア、クロクロクロ、やばくね。ウォークアウトもなし。ダビドシルバちゃんだ。ミラクルジュニアちゃんがいいのに、ダビドルシルバちゃんじゃん。おかしいよ。本当に俺は課金が好きだねってなってるでしょ。みんな別に好きじゃないよ。欲しい選手がいるだけだよ。ね、EAさん笑ってるわ。こうやってこの子は本当に課金が好きやねーって。好きじゃないよ。欲しい選手がいるだけだよ。勘違いしないで。てか3回目だよ。そろそろ引かないと。大丈夫ミラクルジュニアちゃん。あとこれ含めて3回だから、もう本当にお願い。ここら辺で出して。これやばいよ。ウォークアウトもなし。ミクメのマンちゃんだよ。ミクメのマンちゃんだよ。マジカルジュニアちゃんがいいのに。マジ？マジカルジュニアちゃんが来たら初めて俺はハートフルチャラ君になれるから、マジで来てほしい。てか 30% どこ行ったの？ん？まあでも10回引いて3回来るって感じか。3。でも思ったが俺出てるイメージあんだよな。4回目だよ。4回目だよ。頼むぜ。クロ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 。ウォークアウトではあるけど、ちょっとね、風見ろ釣り、フィッシング風見ろじゃん。フィッシング風見ろ、ちょっと怪しくなってきたねこれね。ちょっとこれね、俺この流れだと良くないと思うんだ。ちょっと一旦別のちょっとパック挟みましょうか。これはもう緊急事態と言ってもおかしくありません。うん、これちょっと一瞬パック、他のパック挟みます。プライムゴールド選手パック、プレミアムゴールド選手パック、まあ、プライム一発いっときましょうか。ちょっと流れ変えたい。うん、このパックの、このプライムゴールド選手パックの引きがどうこうとかない。もう一瞬ちょっと流れ変えときたいみたいな。うん、まあ、チェルシーの、あ、コバチッチ、ああいいでしょうと。うん、まあまあまあ、だから誰がどうとかじゃなくて、あ、ちょっと一回ずつ引いてみよう。なんかこいつアホやなみたいな。どこに隠れてるか分かんないから、もしかしたらあのアルティメットパック、アルティメットじゃない、ジャンボレア選手パックにはジュンヤは隠れてないかもしれない。どっかにジュンヤが隠れてるっていう俺考え方でやってますか、この3つのうちの。うん、正直ジャンボレアは4回引いてジュンヤの匂い全くしませんでした。プライムゴールドパック、まあもしかしたらね、プレミアムゴールドパック確率は低いけど、ジュンヤはこっちだよっていう可能性もあるから引きます。でもまあまあまあ割といいのよね。だってこれいくら、300円ぐらい、300円で炎1本だから割と頑張ってます。うん、割と頑張ってるよ。別に俺純也さえくりゃいいからね、他の選手誰もいらない。でっかい純也の体が1枚ドンでも別にいいよ。ちょっともう一回引こうか。もう一回ちょっと、まだちょっとわからない、まだ引けるしね。もう何回かこれで、あ、ここだって思ったらここ全部突破しますけど、そういう空気もさして感じない。でも84ってまあまあすごいよ。84まあまあすごいな。マジカルジュニアちゃん、当てたいね。マジカルジュニアちゃんは、ああ、そうですかと。マジカルジュニアちゃん俺は絶対にゲットすると、絶対にゲットするんだ。ジャンレア行くか。流れも十分変わった。行きましょう。じゃーん、これラストだから。ちなみに課金がどうとかじゃなくて、もう5回しか引けないから。クロッカーランド。俺一回も TOTW、 俺結構 TOTW って引いてる感じすんのよ、まあ、下の方だったりもするけど。ハーランドかー。デールフリーズ、
ハーランド、ギュンドーアン、リカルド・ペレイラ、やばくないマジで。え、ジュンヤと俺はねえマッチングチャマくんできないの？ミラクルジュンヤとハートフルチャマくんのマッチングチャマくん、マッチングチャマくんじゃない、マッチングフットボールできないの？オラスイッチプライムゴールド引こう。マジ？これもうルーザーズランだよ、ウィニングランだな。来た来た、86、いや86やけど、え、裏にいる可能性ある、裏にいる可能性ある、これジュンヤ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 、お願いします、ジュンヤ裏に来て、裏に来て、ジュンヤジュンヤ裏に来て、ジュンヤジュンヤ、黒が2枚悩んで、ジュンヤジュンヤジュン、長いよここ、長いよ、悩んでるよ。うわ、じゃあ、モドリッチすごいな。モドリッチはすごいけど、ジュンヤなんで、なんで来ないの、ジュンヤ。あ、怒りのクイック売却しないからかな。もうこう、ジュンヤ。ジュンヤが欲しかったのに。ジュンヤ欲しい。欲しいわ、ジュンヤ。来ないの？マジ？ジュンヤ、はあ、夢やね。とりあえず市場でジュンヤの値段考えよ、値段調べよ。それで、マジカル、あ、それであれでしょ、あ、5万か、5万ってことは、レア選手パック1パック分ぐらいですか。ミラクルでしょ、ミラクル起こすしかないよね、ジュンヤ。まあちょっとこっから多分下がるでしょうけど、ミラクル、あ、4万2000、あ、4万あるやん、あ、3万8000あるよ、3万8000、あ、3万5000あるよ、3万5000で買えるの、不良品なんじゃないと、のミラクルジュニアが3万5000、不良品じゃないこれ、もしかしたら、多分不良品かもしれん。3万5000は安すぎるよ、俺らジャパニーズからしたら。マジ？ちゃんとしてる？数字のとこ爪でカリカリしたら84になったりしないよね、大丈夫？一応ゲットしたけど、でも俺はちょっとパック地引きしたい。俺結構、俺と純也の愛を確かめたい。うん、愛を確かめたいというか、愛をね、表したい。ただね、ここ、これだけ言っといてあれですけど、僕がね、結構日本代表観戦ライブ配信とかしてるんですけど、それ見てる人はね、知ってると思いますけど、僕、伊東純也結構嫌いだったんですよ。最近まで。まず、あの、ウイングの選手があんま好きじゃないんですよ、僕は。もう、あの、誰とかじゃなくてウイングの選手が嫌いって、もう病気みたいな感じなんですけど、まあなんかさくそで伊藤純也はまあすごくウイングっぽい選手じゃないですか、だから嫌いだったんだけど、おこいつ本物だなって思って、本物の強さ持ってるっていうのを俺は気づいたから、もう最近は伊藤を知ってます、純也。だからもう今まで申し訳ないっていう気持ちも込めて応援していきたいと。ハンターつけたいね、これね。まあ、スパサブだったらハンター一択だろうけど、ハンターつけて真ん中でやらせようかな。ブテラゲロの代わりになるんじゃないのこれ。まあ、あの、なんていうの、できないことあるよ。ブテラゲノにできて伊藤にできないことあるけど、ブテラゲノの、あの、ワンツーチョンチョンの裏抜けおじさんだけをやれって言ったら多分できるんじゃないかな。ネイマールいらないじゃん、もうネイマールいらないじゃんこれ。え、ちょっとじゃあちょっと次の動画で伊藤ちょっとデビューさせてみますわ、まずとりあえずね。ただ俺は地引きの伊藤を取りたい。それが今までね、伊藤をね、あの、意味もなく批判してた
理由なく批判してたことへの贖罪になりますんで。贖罪？罪を償うっていう贖罪でいいのかな、あれ読み方。こうご期待でございますということで、まあ、伊藤純也ちゃん、まあ、ハンターつけてどんなもんか見てみますか。仕組みが合わないんですけど、ちょっとカスタム返事じゃ、ちょっと人形合わせてね、ケミだけ合わせてみますよと。やばいってなるよ多分。ちゃまくんこれはやばいよって。これでやってみるか。でこれでいけるかな。これ多分10になるっしょ。なるね。あ、日本富、そっか、富安、これが富安のこの指が本当に輝いてる。そっか、一本ね、ここ赤なるだろうなって思ってたけど、富安のこれが輝いてる。あ、いけるやん、スタメンで使えるやん。え、これだけしか上がらんの。あ、でもそっか、まあスピ加速99、ダッシュ99、まあスタメンで使うってなったらハンターもったいないね、そうなってくると。まあ決定力92、ちょスタメンで使うってなってくるとハンターもったいない。うん、まあいいや、とりあえずこうなりますと。ヤバおじさんです。皆さんもぜひジャパニーズならマジカルジュンヤっしょ使ってみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。バー。